何するんだよ、案内人のくせに。余裕があるんですね。相手に価値を譲るなんて、理解できないわ。譲ったんじゃない、返したんだ。どちらにせよ次の勝敗で合否が決まるんだ。別に問題ないだろう。同情して甘さを出して自分自身の首を絞めるとは、バカとしか思えない。あそこで勝っていれば少なくとも黒の部屋は棄権してもよかったのに。あの部屋は入らなくていいなら入らない方がよかった。最悪主様が壊れて終わりなんてこともあり得る。いや、最悪ずっとあの部屋で引っこもってしまう可能性だって。俺はなんであの子に同情してしまったのか、認めたくないけどわかる。心境を理解できてしまった。だから優しくしてしまった。決めつけだけど、きっと彼女は必死だったんだ。現状をどうにかしたい。理不尽の現状が許せない。だけどどうにもならない。そんな今までに感じたことのないほどの溜まり溜まった悪意が彼女の理性を壊したんだとしたら。俺にもあるんだ。記憶を失う前の俺、優秀な俺、世界最強と言われた俺、何でもできる俺がずっと比較対象である今の俺にとって何事も理不尽にしか感じないし、自分が哀れにしか感じない。だから俺が価値を譲ることでこの子が救われるなら、そう思ってしまった。結果、俺の首が締まっただけかもしれないけどな。私はあなたの判断を尊重します。弱り切っている子を助けたこと、それはいつかあなたに恩恵をもたらしてくれるかもしれません。なんで言い切れるんだよ。俺だって第三者ならバカだと思うけどな。慈悲はその場では損になり得ることが多いのも事実ですが、長く見たとき、回り回って恩となって帰ってくることがあるからです。未来への投資と見てもいいですね。なら少しは納得できますか。別に、俺は助けたくて助けたわけじゃない。その時の気まぐれだったんだ。相手が素振りすら見せなかったら容赦なく倒してた。それを慈悲というのか。打算でも気まぐれでもです。それに救われれば相手はあなたの心境なんてどうでもいいものですよ。あなたが身勝手に助けた相手の心境に興味を示さなかったみたいにね。難しい話はいいよ。俺は次に行く。俺は二度自死を選んだ。次はない。もう後がないから自死なんて言ってられないさ。優しさだけでは成功はつかめない。分かってたつもりだったんだけどな、俺も。悩んでる。本来の理想とする自分と現実の自分、その差が開いて主様の状況がおかしくなってる。やっぱり精神的なダメージは深刻。本当は今すぐにでも止めたい。意地になっているのですね。そうではない。今の自分は違う、と証明したいのですよね。だから自信の場を通せなくなってる。行動がおかしくなる。どういうつもりだよ、知る。ここで新たなルールの追加を発表します。自殺、両者降参、戦闘意欲なしと判断した状況での勝敗の譲り行為、それら全てをパト側の敗北としてカウントする。次、先ほどの敗北カウントが1周で3回あった場合、強制的に試練失敗とする。正直、あなたはこの試練の意図を勘違いしている。そもそもここに慣れ合いは必要ない。勝敗の結果のみ、弱いあなたではこの先全てを守ろうなんて傲慢を叶えることは不可能。今日で大事なものを守れるほど甘くないですよ、世界は。ここで一体何度死んだ。最も大事にしなければならない自身の命を何度捨てた。それすら守れずになぜ他の子たちを守れる。私はおかしなことを言ってますか。いや、正しいよ。俺もそう思う。だから追加ルールに不満もない。話は以上か。なら俺は入るぞ。黒の部屋にいるのは炎の究極系。悪を最も得意とする子がいます。得意なのは悪で状況を壊すこと。悪感情に耐えきれない人。弱い人にとって一度でも相手するのは危うい相手となります。最後の最後は悪か。まったく偶然もここまで来ると怖いな。勝てるつもりですか。二度心で負けたあなたが。なら一つ聞いていいか。ならなんで難易度は A にしたんだ。お前、俺なら乗り越えられるって考えただろ。策なんてないさ。策を考えてどうにかなるほど心は操作できるものじゃない。なら覚悟決めて入るしかないだろ。違うか。あなたがそう考えるなら止めません。ですが今までの日ではないですよ、この戦いは。誰もいない？気配もない。どういうことだ？もしかしてまだ相手がこの部屋に来てないのか？いや、何かの罠？何せ悪を扱う敵だ。ルールなんて律儀。お風呂って言ってんのよ。え？学校行かないならいいけど、規則正しい生活はしなさい。あまりお母さんを心配させないでよ。せっか、それにしては、懐かしい。俺は、その、はいはい、また妄想タイムね。パトが自分を俺っていう時は妄想の世界にいる時だからね。別に病気だからきつくは言わないけど、あまりアニメとか漫画を見すぎないでよね。それに付き合わされる方は疲れるんだから。ごめん、寝ぼけてたみたいだね、僕。私は高校に行ってくるから、あとは大加と頼んだわよ。うん、行ってらっしゃい。あれ、何がどうなってる。試練は、俺は黒の部屋に入ったよな。幻惑、でもここまで再現された幻惑なんて。
そもそも幻惑を得意とする幻想の究極系ですらここまでの芸当はしてこなかったんだぞ。それが縁をならできるっていうのもおかしな話だ。オーラを感じれない？全くオーラがない。俺が動けるってことはオーラが断絶されてるわけじゃない。オーラが弱まれば人は体調を崩し体は衰弱する。感覚的に健康体である俺はオーラが枯渇しているとは考えにくい。とりあえず降りるか。パパおはよう。あれだね、学校がないとお互い暇なものですな。オーカおはよう。一年前のオーカだよな。オーカって彼氏とか作らないの？パパさんや、中学卒業してから家にいるかスーパーにお使いに行くかの二択の私に彼氏の有無を聞くのかい？そっか、お互い大変だね。カナメと会っていない。どの世界線だここは。今日は妄想世界に入ってないんだね。僕そんなにひどい時妄想言ってる？言ってるよ。たくさん登場人物がいてね、私はずっと聞いてるから覚えたけど、気づいたら女の子増えてるじゃん。今だと帝国とかエラーとかと戦ってるみたいなこと言ってたね。私のことをアリシアって呼んで無理やり洗濯物はたくやつを持ってきて持たせたりさ。でもね、神格解放って設定は好きだよ。熱いね。せっかちゃんにバレたら怒られるけど、またそれらしい漫画化してあげるね。妄想、嘘だろ。仕方ないよ、パパはそういう病気だからね。大丈夫、私もちゃんと家族として面倒見るよ。別にごっこ遊びは嫌いじゃないしね。落ち着け、そういう幻惑を見せられてるだけさ。だってあの痛みや苦しみ、大会や今までの生活が全て妄想だなんて。そんな、そうだ、メリアは、僕は確か養子だろ。あ、そういう設定だったね、憧れるよね。実は養子で本当の家族じゃない設定。やっぱり覚えてるものなの。私は寝起きで夢と現実がごちゃごちゃになっているようなものって聞いたから、それで納得してるんだけどね。夢、妄想、あれ全部僕が現実逃避で寝てたもの。じゃあさ、詩人は大川春の巫女だよな。春の巫女ね、懐かしい設定だね。確かにこの神社には詩人を祀ってるみたいな話はあるけど、詩人を宿すみたいなことはないよ。そうだったら面白いけどね。四季春式とか私も中学の時は言ってたな。パパとよくごっこ遊びしてたよね。あれ。でもね、最近お母さんやお父さん、なんならお姉ちゃんはパパを施設に預けた方がいいって言い出してる。本当は言っちゃいけないんだけどね。せっかちゃんなんて、大川が受験失敗したのはパパのせいだなんて言ってるし、ひどいと思う。私がダメだったのは単純に勉強できなかっただけなのに。パパ、私は味方だからね。パパは苦しんでる。だって今もそう。冷静になったらすごく苦しそうだもん。そんなパパを放っておけないよ。これが現実、俺が目をそらしてた現実なのか。それに私たちの味方はいる。エルネーがいる。小さい頃からずっと私と同じようにパパを気にかけてくれた幼馴染だもん。エルネーはパパのために医療関係の大学に行くって言ってくれてるもん。施設じゃなくてもきっとここで治すことだってできるはずだよ。あった、エルネーだ。妄想、空想、でも確かに俺は。でも間違いなくここは現実で、だって能力の痕跡も、オーラの気配も感じれなくて。そうだ、空間だ。一定の空間でのみ展開できる能力なんだ。この家の敷地内から出れば能力範囲外になるかも。とりあえず抜け出せばいいんだ。だったの？パパもエルネーに会いたかったの？まだ玄関にいたか。強行突破するしか。パパくん、今日も元気そうでよかった。ごめんね、四六時中一緒にいられたらいいんだけど、お母さんもお父さんもさすがにお泊まりはダメって言われてて。別にやましいことをするわけじゃないのにね。既成事実を作れるなら私はいくらでも協力するけどね。エル。どこまでも平凡な世界、ただ過去なぞられるよりきついかも。というかあの世界線って私たち存在してるのかな。能力ない、オーラない、ってことは神もいないってなりそうだよね。詩人もそんな役回りっぽいしね。私存在否定されちゃってるんだけど。でもパパは羽生えてるし、何かしらはファンタジーなんじゃない。そうだといいけどね。自分の作品設定を作品内で、その設定いいよね。ってオーカッチに言わせるような作者だしね。次もちょっと想像できないね。次を楽しみに待つしかないね。見るしかねえぞー。